どうもこんにちは。今回は私がクソガキだった頃の思い出を少しお話しします。特定回避のために多少のぼかしやフェイクは入れてありますが、事象自体は事実です。では前後はご覧ください。第1話、某有名ラーメン店の視点が新規開店。近くにラーメン屋ができたぞ行ってみましょう。いただきます。なんだこれマッツー ラーメンとは言えない謎の薄黒い液体ですね返し自体の味は知りませんが確かに変な醤油にお湯を入れただけか食べて大丈夫なのかな一応料理というか食料である範囲の味はしていますししかしくそまずいな口に合わない美味しくないではなくお金を出してまずいという体験をしたのはこの時が初めてでした これはうろ覚えですが、結局この新規開店後1、2週間ほどで休業。そして数ヶ月後に再開店再開後に食べたラーメンは普通だったという謎。一体何があったんでしょうね。ちなみに現在は本店ともども人気店です。2> 第2は、おそらく南区のごく普通で古めの居酒屋。諸事情で場所、外見、店名の記憶なし。一人用湯豆腐を注文。 鍋底には昆布がありました。実際の具は豆腐だけだったような、曖昧。そして最初に薬味やつゆを使わず、豆腐の実を食べた時のことです。いただきます。ふおー、なんだこのうまさは。豆腐はおそらくスーパーにあるような安価な庶民向け。それなのにうまい、驚くほどうまい。だしや豆腐に強く味付けがしてあるわけではないのに。何をどうすればこうなるのか。 この値段、材料でもここまでできるという凄みを感じる。本当に素晴らしい、教えをこいたい。もちろんそれなりのお店で、それなりのお値段を出せば、もっと美味しいのが食べられます。しかしこの湯豆腐は低価格という縛りの中で、その材料での調理を極めた感がありました。後年、お店を探し回るも見つけられなかったのが残念です。第3話、ー,チェーン店でアルバイトをする。 私は16歳のピチピチギャル。アルバイト初日、頑張っていきましょう。客に出す、水の作り方を教える。お願いします。鉄のトレイの上に、コップを並べて、製氷機から持ってきた氷をドバーッと。なるほど、豪快だな。そこのホースで一気に水をまく。洗い場横の地べたに巻いてあるホースで。地べたですよ。衛生関連はなしなの そしてまた上にトレイを乗せる。コップに直置き。こうやって基本は二段作っておく。これは本当に参りました。その後、私は時間に余裕がある時には水をピッチャーで入れたり、ホースは巻いて蛇口にかけたりしてささやかな改善をしていましたが、トレイの直置きだけはどうしようもなかったです。では続いて別の日の出勤直後。急いでこれ混ぜてくれ。すぐに着替えてて洗ってきます。 急ぎって言ってるだろうが、そのままでいいから早くしろマジで加熱はする材料だけど。昭和が色濃く残っていたお店とはいえ、あまりにひどい。世間知らずの16歳は、小表の成人男性に抗うことができませんでした。そして後日この話には軽いオチが。今日から洗った後の皿にはこれをプシプシするんだ。何ですかそれ。消毒用アルコールだ。食中毒ってのは本当に怖いんだぞ。 なぜ急にお皿にだけ意識を高める。このお店は現在も元気に営業中ですが、チェーン店なので方針も変わっていると思います。第4話、某ラーメン屋での不思議体験。また新しいラーメン屋ができたらしいぜ。行ってみましょう。白味噌ラーメン2つください。これは甘い当たりだ美味しいですね。気に入りました。また来ようぜ。 白味噌ラーメン二つください。お待たせしました。見た目が全くの別物。あの、白味噌を頼んだのですが。それが白味噌ですかとりあえず食べてみますか。前回と見た目もだが何より味が違いすぎる。完全に別物ですね。何かあってリニューアルしたのかな食後、思い切って厨房の店員さんに質問。 回転した時から何も変えていませんが。嘘や誤魔化している雰囲気が全くない、それどころか不思議そうにしている。店員さんが他のと間違えたのかなそれはありえません。以前も今回も店のラーメンは2種類で、もう一つは赤味噌。2回とも食べたのは見た目も味も赤味噌では絶対にない。だよな。第1話のドブミズラーメンみたいに失敗作なら変更もわかるけど。ここは美味しかったですからね。 それを違う店のラーメンと入れ替えたレベル。わけわからなすぎて頭おかしくなりそうだわ。それからしばらくしてもう一度行きましたが、白味噌は変わったままで前の味には出会えず、この件は再現映像では表現しきれない、得体の知れない気持ち悪さを感じました。別次元、パラレルワールドに迷い込んだのかもです。最終は、某有名老舗で洗い場のアルバイトをする。 私にとって美味しさとは、自分の口に合うかが全て、世間の評価は気になりません。有名、老舗、ミシュラン、百名店だからうまいという思い込みがなく、ありがたがることもないです。おそらくそうなった原因はこのアルバイト経験だと思います。お前、漬物作り教えるからこれから担当してくれ。私は調理じゃなくて、ただの洗い場バイトなのに。それに漬物は味がお客さんにダイレクトで。毎日出勤したら野菜をこうしてだな。 なるほど。勉強になるからありがたいけど、老舗なのにいいのかなこれで。こちら現在、食べログや Google マップでも評価の高いお店です。料理人は数人、年季の入ったパートさんたちもいらっしゃったのですが、未だになぜ洗えば、しかもバイトの私に任せたのか理解できません。そしてさらに、あの部屋に行って、出汁の材料を取ってきてくれ。壁に文量書いてあるからきっちり測れよ。レシピ見せて、さらに計量まで。 いいのかなこれ、後で他の人に怒られないかな次は出汁作りだ。一生瓶を全部入れる時は逆さまにして回すと早いぞ。なるほど。じゃあ火を見ておいてくれ。ぐらぐら煮たらダメだからな。湯気が出てきて、そろそろ沸きそうかなと思ったら呼んでくれ。火入れの監視まで私に。その後洗い場が忙しくなり仕事に没頭。煮立ってるじゃねえか。すみません。ガチの出汁人に一部とはいえ調理を任す。 知名度がある老舗での信じられない話でした。庶民向け価格帯のお店ですけどね。以上で終わります。最近は自転車やグルメを楽しめる体調ではなかったので、ちょっと小ネタとして出してみましたが、次回は普段通りに戻れると思います。ではではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と評価していただけると嬉しく励みになりますので、どうかポチッとお願いします。